こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介する鳥は、美しい赤い羽を持つ鳥、ベニマシコ。パートナーのワンイチと一緒に紹介していきます。ベニマシコは、ハードウォッチャーにも大人気の鳥です。その人気の理由は、写真のように美しい赤い羽を持っていること。顔も真っ赤で、猿のように見えることから、名前を漢字にすると、猿の文字が入っています。 ベニマシコの鮮やかな赤い羽が見られるのは成長のオスだけ。メスや幼虫は茶色っぽい姿をしているので赤い羽を見るには成長のオスに出会う必要があります。僕は最初の1年間いろいろな場所に行ってベニマシコを探したんですが赤い羽のオスに出会うことはできませんでした。僕がベニマシコの赤い羽を初めて見たのは野鳥観察を始めてから2回目の冬のことでした。ベニマシコって 結構、新物鬼没の鳥なんです。僕が初めてベニマシコのお酢に出会った時も、そんな出会いでした。ある湖の周りにベニマシコがいるらしいとのことで、電車に1時間半ほど乗って行ったんです。その時行った湖は、1周12キロくらいあるんですけど、いそうなポイントを狙って半周くらい探しました。ベニマシコは、ワ高シソウという植物の種をよく食べるので、この辺りにいるかなぁ。 その植物があるところを中心に探したんですそうやって2時間くらい探したんですが、全然出会える気配がないんですね。で、あー、今日も出会えなかったか。仕方ないから鳥の公園に寄って帰ろう。なんて思って歩いていたら、目の前の茂みの上にある木の枝に、いつも見かける鳥たちとは雰囲気の違う鳥が止まっているんです。少し遠目なのではっきりとわからないんですけど、ちょっと赤みのある羽が見えた気がしました。 すぐカメラで写真をと思ったんですが、でもそこは木の枝だらけで、なかなか撮りにピントが合わない。なんとか一枚だけでも、と思って焦りながらもシャッターを切って何枚か写真を撮ることができました。その時に撮れた写真がこれです。この写真を撮れた時はもう、やっと紅ましこのオスに出会えたわ。って、ガッツポーズでした。でも、この写真を見て、ちょっと思いませんか 思ったほど赤い羽じゃなかったって。実はそれ、その通りなんです。なぜなら、ベニマシコの赤い羽は夏羽。冬の間のベニマシコは、まだ楽なりきっていないから。ベニマシコは関東では冬鳥なので、関東では真っ赤な姿は基本的に見られないんですね。では、その真っ赤な姿はどこで見られるかというと、日本では青森か北海道。 ペニマシコのオスに初めて出会った後、北海道に行ったんですが、その時に、現地のバ,バードウォッチャーの方にこんな話を聞きました。ペニマシコは、夏になるともっと赤くなるよって。そんな話を聞いたら、この目で確認したくなりますよね。夏の季節にまた北海道に来るしかないというわけで、夏の北海道に行くことにしました。やってきたのは、北海道の北部、東北の方でした。で、 いくつか湿原を回っていたら、ついに出会ったんです。湿原横の道を車で走っていたら、目の前の木の枝に、やけに赤い鳥が止まってるなぁ、と思ったんですね。でも、羽の鮮やかさが全然違うのですぐにわかりました。これはベニマシコだと。さらに、その時は夕日に照らされていて、より赤みが増していたんですね。その時撮った写真がこちらです。 これぞ、正真正銘ベニマシコっていうのを確認できた瞬間でした。ベニマシコは夏に真っ赤な花になりますが、これは繁殖ウとも呼ばれます。繁殖ウは基本的により派手な姿になるのですが、その理由はメスへのアピールをするため。人間でいう異性にモテるためにおしゃれをしているのと同じなんです。実はこれはベニマシコだけが持つ特別な特徴なわけではありません。 例えば、季節によって大きく姿が変わる鳥といえば、カモ。カモは繁殖期と非繁殖期で全然違う鳥のように姿が変化します。このように、身近な鳥たちの中にも季節によって姿が変わるものがたくさんいるんです。ぜひ、鳥たちの羽の変化にも注目して観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、 身近に見れるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。